鬼滅の刃日の神結風譚。皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。鬼滅の刃日の神結風譚、今日もやっていきましょうか。さあ今日はね、次章から、第一章かやっていこうと思います。炭治郎頑張ろうな、今日も一緒に冒険追体験していきましょう。さて、第一章というか序章ですね。まずサビトとね戦ったところなんですけど、ここはもう S ランクで攻略できました。じゃあ今日は次章というか第一章最終選別、ここな、ここも辛い、おもろい話やね。ね、さあ物語、鬼になった妹を人間に戻し、家族の子を殺した仇を討つため、育て、鱗滝の下で厳しい修行を積んだ炭治郎。鱗滝の高須、岩切りの試練を突破し、鬼殺隊の最終選別の参加が認められたのだった。というわけで、ここをやっていきたいと思います。行きましょう、レッツゴー、物語スタート。なんだ、ここは、鱗滝さんの家かな、今。あ、散髪してる。髪長かったもんな、炭治郎。自分で切ってんだね。ペシ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 。いい感じに切れたね。いつもの炭治郎になった。さっぱりしたな。でしょ？はい。もう少しで飯ができる。固して待っていろ。あ、いいっす。すみません。ご飯なら俺が作るのに。構わん。いよいよ最終選別だ。これくらいはしてやろう。最終選別頑張ろうな、炭治郎。俺戦うんか、俺が戦うんだもんな。やべえ、責任重大だわ。ごちそうさまでした。ういっす、美味しかったです。いよいよだな。はい。最終選別は富士重ね山で行われる。なんか年中富士の花が咲いてるとこな。私も何度か行ったことがあるが、とても不思議な場所だ。ほう、不思議な場所ですか。あれは自分の目で見た方がいい。お前も驚くだろう。いいとこだよ。いいとこなのかな。いろんな思いが渦巻く場所やけど。出たな。これは？ヤクジョの面という。お前を災いから守るようにとまじないをかけておいた。持っていくといい。このお面好きだよ俺。ありがとうございます。ありがとうございます。わしがしてやれることはここまで。あとは炭治郎、お前次第だ。ありがとうございます。結構長いこと修行してたよね、ここで。1年ぐらいだっけ、1年半だっけ、なんかでもそれぐらいやってたよね確か修行。ありがとうございます。1年間育てていただき、で養っていただきありがとうございました。いい人だよな、鱗滝さんって本当。禰豆子はずっと目覚まさないんだっけ、この時って。禰豆子使いたいな。義勇さん、あの時なぜ富岡さんが禰豆子を撃たずに鱗滝さんを教えてくれたのかはよくわからない。でも富岡さんのおかげで今の俺たちはいる。あの人コミュ障だけでいい人だからね。うん。鬼殺隊に入隊すれば少なからず鬼の情報が手に入る。それが禰豆子を戻す方法を知る一歩だと俺は思う。そのためにも最終選別に合格しなければ。ここでそう、あ、みんなと出会うんだ次。やべ、楽しみだな。禰豆子、鱗滝さんのところに来てからずっと眠ったままだ。医者に見せても異常はなかった。でも眠り続けるのは明らかにおかしい。まさかこのまま死んでしまうんじゃないかといつも考えてしまう。禰豆子早く、禰豆子目覚めてほしいね。背中に入ってほしい、背中のカゴに。カゴ？カゴじゃねえな。少し外に出ていくけどすぐに戻ってくるからな。いい子にして待ってるんだぞ。炭治郎の優しさがねもうここで出てるね。さあ
行こうか。おお、みんな、なんかおそろっちの服着てる。妹のことは心配するな。わしがしっかり見ておいてやる。あざっす。ありがとうございます。炭治郎、お前はわしと同じで鼻が利く。それが最終選別を戦い抜く鍵となるかもしれん。ほう。鼻？クンクンしたいですか？嗅覚を研ぎ澄まし、危険を察知しろ。お前ならできる。そして、必ず生きて戻ってこい。はい。あの言葉重いよな。いろんなこと知ってると。行ってきます、鱗滝さん。さあ、最終選別。なに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 なんだこのゲーム。地図は2種類ある。周辺地図と右上、ね、右上に表示されてる地図です。で、現在地図 X の表示されてるやつです。え、こういうゲームなの。エリア地図上でビックリマークが表示される場所に行ったり、その場所にいるキャラクターに話しかけたりすることで物語を進めることができる。なんてこった。で、エリアでは、ね、オプションとかで表示されている、ね、ポーズメニューではなんかいろんなものが見ることができますということですね。 OK です。なんか落ちてるぞこれ。へい、重いのかけらですね。ここからいろんなものがね、さまざまな場所に落ちてるから、いろいろ手に入れましょうってことだな。重いのかけら、これ何これ、びっくりマーク。うん、うろこだけさんと過ごした家だね。修行だけじゃなくて生活の面倒も見てくれた。感謝の気持ちでいっぱいだ。工場任務かなはエリアの上でビックリマークで表示されている。同じテーマの報奨任務をクリアすれば報奨パネルを解放できるぞっていう。ウロコ谷殿の日々、これを読み取ることでなんか進めるのかな。ここも修行で作った木刀だ。何度も何度も素振りしたの。ウロコ谷さんのおかげで俺は剣術を学ぶことができたんだ。ウロコ谷さんでは感謝の言葉もないや。来たぜ、報奨パネル獲得。ウロコダキさんにありがとうの気持ちでいっぱいですってやつですね。こっち行けないの？この先には用はない。この先に用はないよな。へえ。戻るとしよう。これなんだろう、キラキラしてるけど。よし。光ってるところ、鬼滅ポイントを入手できる。入手した鬼滅ポイントは報酬パネルを開放するときに使うんだっていうね。鬼滅ポイントなんか俺購入したときにもらったんだよな、このビックリマーク。こっち行けってことかな、それは。行ってきまーす。人とマコモによろしく。炭治郎、なぜお前が。死んだあの子たちの名を知っている。ここゾクゾク来るよね、なんか。さあ、鱗滝の試練を終えた炭治郎はいよいよ鬼殺隊の最終選別へ。鱗滝から受け取った日輪刀を携え藤重ね山へと向かう。果たして待ち受けるものとは。なんかマップ動き歩けるのすげえ楽しかった今。ここやばい、藤重ね山か。すごい、こんなに藤の花が咲く時期じゃないはずなのに。藤の花、藤の花って言ってた俺。藤の花綺麗だよね。ここいっぱいいるぜ、色ついてるやつがいっぱいおるな。目つき悪いのいるぞ。ねえ、かなおちゃんもおるね。こんなにいるのか。なんか炭治郎ってよく見たらガタイ結構いいよね。ほんと黒髪の子供に話しかけろ。君ですかこの子かな。こんにちは。まったく、はい、あるなら早く始めてくんねえかな。この色じゃないの。あー、あっちか。はあ、大丈夫大丈夫、師匠に教わったことを出し切ろう。ハロー。物静かな大使候補生。まだ喋ることができないキャラ多いね。先行っちゃうか、ほら。異様な匂いがする。ちょっと臭いねってやつ。気になるけど、説明を受ける前に勝手な行動はできないな。なんかいっぱい、やっぱほんとこんないたんだね。最終選別行きの来た人って。元気？もうビビっとるぞ。やばい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 。心臓が張り裂けそうなんですけど、帰りたい帰りたいって。帰っちゃダメだぞ。頑張ろうな。読んじゃねえ。いや、怖い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 。さあ、進めるか。最終選別。こんばんは。で、準備整ってますか？いいよ。できてる。行くぞ。
みんな皆様、戦いあんのかな。今宵は鬼殺隊最終選別にお集まりくださってありがとうございます。どういたしまして。この藤笠根山には鬼殺の剣士様方が生け捕りにした鬼が閉じ込められており、外に出ることはできません。花でね、富士の花で覆われてるからね。山の麓から中腹にかけて、ここ鬼どもの嫌う富士の花が一年中狂い咲いているからでございます。すげえ山だよな、ここ観光名所なるで。しかしここから先には富士の花は咲いておりませんから、鬼どもがおります。この中で7日間生き抜く、それが最終選別の合格条件でございます。中でってのがきついよな。でも目ほんとこの頃不気味だよね。行ってらっしゃいませ。初見の時思ったけど、みんななんか特に思うこともなく行くんだ。ご飯どうしよう、持ってきてるっけ俺炭治郎。7日間、結構長いよね7日間って。この先にみんな気軽に行って手ぶらやけど大丈夫かな。行くぞ。第1章最終選別。さて始まったぞ。ここはね、もう山の中だよね。最初どんな展開だったっけここって。ここには鬼がいる。なんかモブ鬼が出てくるんだっけ最初って。前へ進め、前へ行くぞ。日輪と思ってっから戦えるんだよ炭治郎は。あーすげえ、マップを上げんのかこれ。なんだ、藤笠根山を探索せよ。じゃあちょっと歩いていきましょうか。これ何をしたらいいんだ。藤の花に囲まれてとても綺麗だったのに、うん、山の中は全く様子が違うね。異様な山だ。さあとりあえず道筋はまっすぐっぽいのでね、そのまま歩いていきましょうか。よし、鬼滅ポイント獲得。鬼滅ポイントが唐突にゲットしちゃうから笑っちゃうんだけど。さあまずなんかいる。あーもうビビってんじゃん君。どうした。大丈夫ですか。一緒に来たやつが鬼にやられた。目の前で恐ろしい。俺はもう動けない。近くに鬼がいるかもしれない、注意しよう。慎重に進もう。え、最終選別に挑む者たち。うん、左がなんかアイテムあるから左見に行こうか。なんかあんな風にビビってたらさ、もうやってけねえと思うけど、どうなんだろうね。よしよし、鬼滅ポイント獲得。ここの上になんかアイテムあるからね、ぐるっと回ってくんのかな。あとで行こうか。四方から匂いがする。もう囲まれてるってことじゃない？人が恐れている匂い。あ、興奮している匂い。何でもわかるんだ。それに鬼の匂い。鬼の方に向かっていく炭治郎。どうする？ね。なんかめちゃくちゃ人おるんか？なんか広いとこ出たで。なんだ？来た。鬼だ！いきなり二人やれるだろうか。頑張ろう。え、バトルだ。普通に戦闘はなんかこんな感じでエンカウントに格ゲーみたいに始まるのかな。頭の上にゲージがある敵とのバトルでは、敵のオーラがついた攻撃に対してさばき R1 を押すと体力ね行う、もしくは敵の体力一定以下に減らすと月の糸が見えることがある。その時は三角を押せば手止めさせることができるぞっていう。で、さばきについて倒した瞬間にさばきの構えを飛ぶぞっていうね。構えてる時に相手に攻撃を受けると、さばきが発動した相手の攻撃体勢を崩すことができる。だって。おい。おい。なんだその攻撃は。おい。はい。くらえや。はい。まだまだ行くぜ。はい。はい。さばけない。はい。スモーカラのやべくやるじゃねえかお前。いや強いよ意外とこの子、この子。ほいほいくんくんくん助けてくちお前。ほいどうだ、今ダメなのか。今の解放していくか。俺かませ。体力を一定以下まで減らすと今みたいにやっつけることができる。で、さばきがよく分かってない俺。
同時に襲ってこなかった。はい、よし、ねじれオーケー。ほい、く、今のが R ボタン長押しってことはないよね。ねえ、まあ、とりあえず普通に攻撃をしていこう。これでいって、ほい、ちょっと俺ここの攻撃は今理解してないかもしれない、もしかしたら。ね、ほい、まずいなこれ。ほい、強攻撃、ほい、ほいや、ダメだ、ねじれ、ねじれうずってる、ねじれ、ねじれうずってるだけじゃダメだ。つえーよ、ザコデキ、スキドイト。ちょっとこの辺りまだ要練習だな。カウンターっていうか、あの評価し低い、バカ低いぞこれ今の。これちょっともう要練習だ今の。ここのシーンはチュートリアルあって確認し直しとくわ。ぬ、切れた、鬼に勝てた、強くなってる。結構ギリギリやったけどな今の。うん、鍛錬は無駄じゃなかった、ちゃんと身についた。でも成長してる実感って絶対気持ちいいよな炭治郎。ほんとご苦労様、してください。優しすぎるやろ。鬼に対しても。よし、行こう、行くぞ。今のやつのチュートリアルってもう一回確認できるのかな。ね、あ、左スティックを倒した瞬間に R1 か。ちょっとこれ俺次回しっかり確認しておきますね。グッてやるんだね、グッてグッてやるんだねって。行くべきところが多いなこれ。よし、ここに対して一人おるね。ちょっとついていきましょうか。さあ、富士笠根山の探索、生きてる、大丈夫、怪我してる、鬼にやられた、痛い、大丈夫ですか、手当てしますよ。ほっといてくれ、休んだら適当な場所に隠れる。俺はもう鬼と出くわしたくない、命がいくつあっても足りない。いや、鬼にやられたらくじけちゃうよな、そりゃかわいそうに、ほんと。じゃあ探索続きいきましょうか。さあ次は右側かな。でも上ここもなんか封鎖されてんのかな、ここ。これ以上は進めないか。あ、行けないか、やっぱ別の道を探さないとな。炭治郎、炭治郎めっちゃ喋ってくれるね。なんだこの腐ったような匂い、何ここ、臭いわ、匂いの探知。ねえ、エリア移動中炭治郎操作してる時のみ R2 で匂いの探知を使うことができる。匂いの探知を使うと目的の場所の道に筋が見える。ただし画面の左上に R2 が表示されてないときは使うことができないっていう。匂いの探知をすることができなかった。炭治郎、別の道を探さないと。機密ポイント、これね、匂いの探知、匂いがはっきりと見える。なんだここ、なんか走ってた、あいつ、あれ、どうした、どうした、大丈夫か、どうした、来るな、あっち行け、落ち着いて、固まってる、鬼見つかったら離れろ、向こう行け。ひどく怯えて動揺してる。鬼に追われたんかな今、絶対かわいそう。よし、じゃあこれはかけらですね。思いのかけらは配信では出すことができません、ご了承ください。さて、まだまだ進もう。この先で4人目がいるね。来た、鬼が、さばき行くぞ、さばき、絶対さばきしよう、今回はさばくぜ、ほいや、ほい、ダメだ、下手くそすぎる、こうだね、さばきって、これ落ち着いて動きを見ろ、修行の時を思い出せ、ほい、いや、できない、さばき、ダメ、さばけない、くっそ、よう練習さばき。あとは普通に攻撃していこう、こう、よいしょ、さばけよ、あ、やってきた、ちゃんと攻撃をさばいてやる、 S ランク、ダメじゃねえ。これ敵がなんか出てくるのおもろいな、エンカウント式で。大丈夫か君、かっこいいな、なんか。どうしたんですか君。大丈夫ですか。赤眼のモブだ。え、
わけわかんねえ。大丈夫？どうした？鬼にやられたんだろうか。ん？それにしては傷が少ないような。どうしたの？本当に。え？変な奴が誰かに構わず襲ってきやがったんだ。変な奴？わけわかんねえこと叫びながら。なこれ。クンクンクン。確かに。そう離れていない場所に。おかしな匂いがする。人間？鬼？鬼じゃない。なんだ？人のような、でも獣のような。イノスケ？これ誰だ？なんだイノスケだったやべえやつだな、こうやって見るとなんだあいつ。向こう行ったわ。わからない変な匂いのやつがこの山にいる。さらに用心していこう。そう、まだ知り合ってないからな。知り合いはいるのか。はい、最終選別の生存者。下側にね、鬼滅ポイントあるから回収しとこうか。これ出れるんかな。あ、最終選別に集中しろ。出れなかった、怒られるわ。集中しろって言われた。さあ、目的地はこっちだね。ふう、なんだこの赤いの、すごいかっこいい。ひょー、なんだ、倒れてる誰か。大丈夫？鬼か。すげえ顔してんなお前。この鬼今までいなかったろ。行くぜ、バトルだ。はい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 、タキズボール、コンボ決めてけ。よし、はい。あ、ダメだ、失敗したか今の。よいしょ。いや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 、さばきのプロダイダラがやられてしまったか。まあ、こいつ基本的にはなんかね、こんな感じでさ、はい、もう大体コンボこれでいいよね。今のコンボやばく、22ヒットコンボ。はい、切ったぜい。もう俺さばけますわ、月の糸で。はいはい、 GG。 エースランク、まあ取れるね、ここも。大丈夫ですか？あー、ダメだ、この人はもう人が死んじゃってますよ皆さん。どうして。こっちは何もない。いきなりが、向こう側なんか見えてんな。はい、じゃあ上の方行ってみようか。次は登っていこう。シュンシュンシュン、すっげー登る。今なんか声聞こえたな今。大丈夫？全員するこれ。大丈夫か？めっちゃビビっとるやん。他の参加者だ。元気してる？妙におどおどしているというか。もうおしっこ漏らしそうやん。ブル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 は。膝ガクガクやで。なんだよ本当。ただの風邪なの？風邪なら風邪って言ってよ。もっとそういうのやめて。いきなり風が吹くとか、心臓が口から出てくるから、本当に。一人で驚いてる、一人で怒ってる。ビビりすぎやろ。ただでさえ周りは暗いし、鬼がうろついてるし。何なの、何なんだよここ。なんで俺なんかが参加しなきゃいけないの。俺嫌だって言ったのに。最終選別やぞこれ。今度こそ出たって。あ、ちょ、イボ倒しちゃった、ごめん今の。やっぱり風で木が揺れただけなんだけど。行っちゃったよ。参加者にもいろんな人がいるんだな。個性強いな、確かに。結構個性強いのは、悪が強いの集まってっからな、今年は。今年はって言い方変だけどさ。よし、決めてポイント。会話全部自動で進むから、なんかボタンを押したら勝手になんか話進んじゃうから、押さないようにしないといけないな、これ。